ロバータ・スミスはニューヨーク・タイムズの共同主任美術評論家であり、現代美術の講師です。彼女はその地位についた最初の女性です。1948年にニューヨーク市で生まれ、カンザス州ローレンスで育ちました。スミスはアイオワ州のグリネル大学で学びました。彼女の芸術に関するキャリアは1968年にスタートし、 ワシントン DC のコーコラン美術館で学部生の夏のインターンを行いました。1968年から1969年にかけて彼女はホイットニー独立研究プログラムの美術史博物館学トラックに参加し、ドナルド・ジャットと出会い、信仰を深めミニマルアートに興味を持つようになりました。卒業後、1971年にニューヨーク近代美術館で 秘書職につき、1970年代初頭にジャットのアルバイトを、そして1972年から彼女がギャラリーを開いて、最初の3年間はポーラ・クーパーのアシスタントもしています。ポーラ・クーパーギャラリーで働いている間、スミスは展覧会のレビューをアートフォーレムのために書きました。その後アートインアメリカ、ビレッジボイスや他の出版物にも寄稿しました。彼女は、 彼女のキャリアを通して何度もジャットについて書いたり話したりしており、1995年に彼が亡くなるとニューヨークタイムズの追悼記事を執筆しました。スミスは1986年にニューヨークタイムズに寄稿し始め、2011年に新聞の共同主任美術評論家になりました。彼女は現代アーティストのカタログやモノグラフのために多くのエッセイを書き、 カナダ国立美術館が発行した1975年のジャットカタログレゾネで特集エッセイを書きました。彼女は現代美術だけでなく装飾美術、人気のあるアウトサイダーアート、デザイン、建築などの視覚芸術全般について書いています。スミスは美術館が無料で一般に公開されることを長年支持してきました。2012年、彼女は サンフランシスコアートインスティチュートから名誉美術博士号を取得しました。2017年、シカゴ美術館附属美術大学はスミスに2度目の名誉博士号を授与しました。スミスは1992年にニューヨークマガジンの上級美術評論家であるジェリー・サルツと結婚しました。二人はクリニッチ・ビレッジのアパートに住んでいます。ありがとうございます。